おはようございます、サードラです。今回は1月19日新追加のイベントクエストとして競争襲来ですね、まあ、高難易度クエストなんですが、玉光騎将士と鳴垣騎将士の2頭資料のクエストが追加されましたので、こちらの初見攻略と報酬の確認をしていこうかなと思います。で、一応今日の追加コンテンツとしてこちらですね、このエルガドパックって言って、まあ、イニシエの飛躍とオータル爆弾 G とお団子剣と鎧玉とプラチナ卵も一緒に追加として配られていますので、これもぜひ受け取っていただければなと思います。で、一応追加コンテンツの文言を確認した感じだと、今回は称号がもらえるみたいなので、この称号の確認をしていこうかなと思います。そしたら装備に関しては今回もこちらの強化部への氷ですね、でやっていこうかなと思います。はい、そしたらやっていくんですけど、最初はあれですね、玉光騎将士から見たいですね。で、玉光騎将士も鳴垣騎将士も両方一応氷弱点なんで、一応これまあかきり虫取らせてもらって強化タイムですね。 OK、 じゃあこれでやっていきます。玉光騎将士もあれでしたっけ、一回跳ねてから、あ、ですよね。で、ここで強打合わせれば OK と完璧で、一応あれですね、まあ気になるのが2体同時なのかどうなのかっていうところがちょっと気になるので、あとはまあ称号が何取れるかっていう話なんですけど、ちょっと待って、ちょ段差、オッケーオッケーオッケー、これ3応援層入れてオッケー。いや、ちょっとやけどが厄介だな、やけどが強化に関してはちょっとね、状態上もらっちゃうとちょっときついところがあるので、この辺で荷重かけて1424、これ回避して、やけどちょっと解きたい。ナイス。で、これ多重で回復だけさせてもろて、で、ここ3応援数ですね。OK。で、回復。ちょ、一回解除したいな、強化。OK。で、解除して、で、もう一回貼り直しますか。で、これで回復戦率多めに。ちょっと待って。やばい、寝起きすぎて、ちょっと頭が全然回ってないですけど、これ多重入れて、一回ちょっと強化のゲージを、あー、これ当たるんだ。で、これで、やけどがやばいな。回復して、これ、違う、やばい、もう、全然ボタン押せてない。ちょっと待って、強化解除。で、避けて、で、これでもう一回強化、OK。ちょっと回復薬飲みます、さすがに。全然攻撃避けれてない、OK。で、こっからはもう回復戦率で間に合うと思うんで、さすがに。あ、やばい。え、玉一の起床してこんな難しかったでしたっけ、ちょっと待って。これ2音運、3音運。で、多重かけたい。無理ですね。やばい。グダグダすぎ。ナイススタン。やっとスタン。3音入れて、起源の演奏。あー、ちょ、向こう行ったか。そしたらこれで、詰めて、1音、2音運。で、3音回収。一回、鉄柱式強度でバフを炊き直して、これ多重行きたいですね。多重吹いて、ここで3音。オッケー、ナイス。これどんなでしたっけ、動き。でも玉光騎将士アップデートで追加されて以降ほぼ買ってないんで、モーションを覚えてないんですけど、これ2音で3音で多重演奏で、ここで3音演奏。オッケー。あ、総流待機早い。あ、てかナルガ来てますね。これナルガ来てるのか。待って、ナルガがいそう。あれですね、昔のあの金銀のクエストと同じ感じで、一定弱ったら追加されるみたいな感じだと思うんですけど、どこにいるんだろう。ちょっと待って、全然画面に映ってくれないんですけど、あ、いた、いましたね、いましたね。そしたらこれで1424、これで、これてかサイズ2体ともでかいのか、もしかして。全然画面がやばい、画面がちょっと意味わかんないことになってますけど、かけり虫がないな。ちょっと待って。3。やばい。ちょっと待って。画面がしっちゃかめっちゃかすぎ。ちょっと多重入れて。ちょっと待って。で、これで3応援層。そろそろじゃあ、玉光は終わってほしいかも。玉光は終わってほしいんですけど、ちょ、回復薬飲みますか、さすがに。飲んで、ああ、弱りました。弱ったなら捕獲できるかな。ちょ、うまく捕獲を合わせたい。ほっ、ナイス。さあこれで2個投げて、これで1体終わりですね。したらもうこれであとただの鳴垣騎将士クエストなんで、オッケーオッケー。これで1音2音3音で強打焚いて、
オッケー、多重でちょっと回復したい。当たるんだぞ、当たるんすね。ちょっと待って、やばい、グダグダすぎ今日立ち回りが。オッケーで一回ちょっと解除して、でもう一回張り直せば、あとは戦慄でなんとかなるんで、戦慄焚いて、でここで3をさせるはず。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。で起炎の演奏を頭に集めて1424、あ音の防壁切れてる。じゃこれで多重かけて、で3を演奏。これはさすがにあれですよ、音の防壁効いてくれるんで、ここ強打を焚き直しで1424で3音叩きつけ、ナイススタンで3音演奏。 OK で1424で3音演奏を多重かけて、ここから3音発生。 OK、もうこれただのナルガクルが一体なんで、もう全然あれですね。これ叩きつけで多重かけて、でこっから3音演奏で避けて強打の焚き直し。ちょっと速度が減りが速くなってきてるんで気をつけ、回避して多重引いて、で一回解除したいですね。解除してもう一回張り直しと、で避けて、あぶね、でこれで速度が元に戻るんで多重で、あやばいやばいやばい。でそう、ナルガもあれか、てか普通に毒あるのか。これちょっと待って、ちょっと乗りたい乗りたい乗りたい。オッケーオッケー、乗れましたね。したら色づき虫が確か2匹いたんで、火属性ともう一個が無属性か。オッケーですね。したらこれで壁ぶつけて、まあ400ダメだったんで壁が、まあ、そんなに HP も高くなさそうですね。1424、てか切れ味がやばい。そうだ、砥石使ってないわ、砥石使ってないんで、ちょっとさっき使えばよかったな。叩きつけ多重で3音演奏。 OK1424 で3音叩きつけ多重引いて、でこっから3音演奏。 OK ちょっと砥石使いたいな。ガルクガルクに乗せてもらいたいんで、ガルクガルク。オッケー、一応閃光玉だけ投げといて。当たってない、この辺かな、当たってないや。ちょっと待って、粉塵巻いて、砥石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 、あった。ちょっと逃げながら砥石だけ使わせてもらって、じゃあこれで強化タイムですね。あー、まあ、ちょっと危ね。オッケーオッケー、で2音3音で強打焚き直しの避けて、でここで多重引いて避けて、でここ3音させる。 OK で避けて1424、ナイスで3音叩きつけ多重避けて3音演奏。これ音の防壁効くでしょ。 OK ナイス、これ2音3音そろそろ弱ってほしいな。多重引いて OK で詰めて3音演奏。これ消えまでいけますね。あだん、いや当たる、よし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 。でこれ1本入れて、あ弱りましたね、弱ったんで罠置いて、で捕獲玉があった。 OK だ、これでクリアですね。あ最小なんだこいつ、大きく見えてたんですけど。そしたらこれでクエスト情報が、8分23秒ですね。なんで、まあ、一応氷統一なんで氷属性の武器でいけばそこまで難易度は高くないかなって感じですね。ただまあ強化で行くときは火傷と毒を使ってくる敵なので、まあ、そこがちょっとね注意点かなとは思います。でそしてあと報酬の称号を見ていくんですけど、一応まあ通常の報酬に関してはいつも通りのイベクエっていう感じですね。まあ、卵とか鎧玉があって、まあ、あと残りは普通のモンスターの素材っていう感じで、称号を獲得しましたっていうことなんで、これを見ていきます。
はい、そしたら一応称号なんですけど、ちょっと見ちゃってびっくりマークが消えたんですけど、この辺ですね。なんちゃらしく舞い踊るり、なんちゃらする者たちっていうのが多分まあ報酬になるんで、まあ、この完璧からこの月明かりまでの称号がもらえるみたいですね。ご視聴ありがとうございました。これからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。